木下優香です。あ、ちょっと今私らもういっぱいいっぱいです。もうなんかもういろいろできない気がするんですよね。もう明日が不安です。いやもうそんな時はちょっと食べましょう食べましょう食べましょう。今日はねチキンナゲットを100個食べたいと思います。モスのチキンナゲットです。でちょっと並べていきましょう。ちょっとね、ほんと私すぐいっぱいいっぱいなっちゃうんでね、ちょっとね普通の人の 30% ぐらいの力を私は毎日全力を出して 30% の力で使いこなせる、やりこなせることを 100% の力をね出してやってるものだから、普通の人の 50% が来たら私はねちょっと死ぬんですよ。ほんとにもう、まあ、もういい、もう大丈夫。でもね、別にやれば意外とやれないことはないんですよ。でもなんとなくね、ちょっと考えすぎちゃってすぐね、わーおーってなっちゃうだけなんで、全然大丈夫です。ちょっとつまんないんで、早もう消します。はい、100個並べました。ちょっとチキンナゲットを100個並べて、私は今心を落ち着かせております。皆さんも真似してみてください。じゃあね、時間もね、あんまりないもので、もうさっさと食べちゃいます。いただきまーす。あー、ほんと食べ物を裏切らないで。時間計ります。じゃあ、これはいつものことなんだよね。うん。じゃあね。マスタードでいきます。モスはねソースも美味しいですね。いや別に他のお店も美味しいけどやっぱ美味しい。何でも美味しいモスは。マスタードの色がなんかマスタードの色はすごいですね。なんかなんだろうこの色、ビビッとなイエローですね。じゃあバーベキューソース。私バーベキュー、このモスのはバーベキューソースの方が好きです。美味しい。モスのナゲットって冷えても結構美味しいです。うん、すごい。なんで冷えてもそんなにね、お肉は固くならない。今ちょうど50個ですね。16分かかってます。全然でも美味しいです。何やったん？じゃあね、あと10個です。よし、じゃあ最後の1個です。いただきます。ごちそうさまでした。いやチキンナゲット100個余裕でした。美味しかったです。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。もうやばいやばいやばい、ほんと恒例なんですよね、ほんとにほんとに。はい、3
49分48秒でした。まあ、いつもね、なんか食べた後に、なんかいろいろやって止めるから、結局最初にフライングするけど、フライング?タイム測るのが遅れるけど、フライングの逆か。逆フライングするけど、まあ、多分、ちょうどいいぐらいになってるんじゃないですかね。それでは皆さん、またねー。